今回は DM8 インビンシブルレジェンドのレア以下のカードを紹介していくぞ。発売日は2003年12月25日です。まずコーレアのおさらい。最高か？なんていいイラストなんだ。VR も見ておこう。有用なカード多いね。カチュアの人気未だに高いよね。テイレアの紹介に移る前にこの2枚を見てくれ。ん？どっちも終わっとるよ。特に左。左がプレデン、右が伝統です。まあ多くを語る必要はないな。強いて思い出話をするならスケルトンバイスはザキラがよく使ってた印象あるぞ。わかる。今回一押しカードはなしで。え？みんな知ってそうなカードばかりだったから仕方ないね。うんこの。最初はビコラキスにしようとしたんだけどクリメモのツインパクトの方が優れてるから落選。グラップラーは面白いけど重いから落選。ドラグストライクはみんな知ってるから落選。ドラグストライクは今でもコンボ開拓されてそう。ドラグストライクの両カード係数はかなり高いぞ。個人的な印象だけど全部クロート好みのカードだよね。使いこなせたらかなりかっこいいカードたちだ。クリムゾンとブレインはツインパクトになってたな。おそらく一番使われてるのはブレインチャージャーだな。マグナムルピアもそこまで悪くないしこれからに期待。ガチャガチャ、ガチャガチャ。ガチャック懐かしいですなぁ。地味にアドバンテージ取ってくるからうざいんだよなぁ。一押し超カーじゃダメだったの？面白い効果してるけど使い道が思いつかないんだよなぁ。ライフチャージャーもいいカードじゃないか？悪くはないと思うけどなぁ。プレゼンできるほど私の発想力がなかった。実に哀れなり。グレガリゴンは私の切り札だったぞ。動詞はおらんか？おらんよ。レイジアーム懐かしいなぁ。肉気勝利のスーパーデッキ使いが使ってたな。すぐ二つ牙に進化してくるんだよあれ。ほえー。ラストはトットキピッチか、お世話になった人も多いのではないだろうか。この三枚の中では一番使われてそう。昔は自前で SA 持ってるドラゴン少なかったからね。レンドラとの相性が抜群でもある。それ。今の基準ではパワーだったりフォートレスの競合がいたり結構向かい風が強いな。レグによっては活躍できるかもしれないけどね。ポテンシャルはそれなりにあるからな。それではこの辺でドロン。